こんにちは川田でですすす朝会始めます1月3日月日曜バージョンですこのコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しておりますということで、まあ、当然なんかあの、相場の興味はですね、ことの相場どうなるのかなと、特にまああの今年はまあ利上げもありますしと、中間選挙もあるしという、まあ、そういうようなことが中心になるので,これを中心にです、これを中心にですね、今回も掘り下げてみたいと思います。さて マーケット、去年で、えー、一応、去年のマーケットが終わりましたということでですね、これはまたおいおいやりますが、あのまずはうちの企画としてですね、1月7日金曜日の夜8時から、えー、潮目の箱田さんとですね、えー、無料ライブをやってみたいと思います。これはあのどちら様もご視聴いただける YouTube の企画でございます。で、メルマガがありますが、メルマガはですね、メルマガと私の今度は オンラインサロン、これ2つやっておりまして、メルマはこんな感じでですね、今もあの冒頭申し上げた大統領サイクルとパフォーマンス、それから共和党、民主党出身の大統領があの場合はどういうパフォーマンスの差になるのかとかですね、そういうようなことをやってみたいと思います。それからまあ映画、ちょっと年末だからということで見てきたんですけども、ダークウォーターズ、なんかデュポンを糾弾する映画でしたが、 まあ面白かったのでって、まあ、デュポンの株価はこんな感じです。まあ、これはメルマガに書いておきました。それから、あの、去年の暮れにですね、えー、っと、このノリピーにですね、シアトル在住だった人で、日本に帰化した。で、えー、っと、この人の、あの、資産形成の知恵をみんなで勉強したんですけども、あの、この人ととですね、失敗があるやろうと。 どんな失敗してるんだろう、そこからも学びたいねっていうよあのご連絡がありまして、私はあのこの人はあの大きく失敗してないと思いますっていうようなことを言っておきました。これもですね、メルマガに書いておきました。なぜならばということで、まあ、始めた時期が良かったとかですね、ここが私はすごいと思うんですけども、最初はダウメ柄にだけ絞って投資してたっていうんですよね。この謙虚さ、えー、があの成功の秘訣かなと思います。それからあの当然、えー まあ元敏あ腕あのセールスマンじゃなくてビジネスマンですから、えー、とまあ経理財務の方だったんですねリスク管理とか,だかきっちりあのポジション管理をやってたというのがあの成功の,あの秘訣じゃないかと思いますあと私のです、ねえー、とサロンではです、ね、個別相談会をやっておりますこれはあのサロンのメンバーの方限定でございますこれもちょくちょくあの私にアポが入っております お楽しみにとということです、えっと、それから、これがあのメルマガの購読要領で、これがサロンの購読要領でございます。で、あの早速と言いますか、今年はですね、水曜日にですね、えっと、ストックボイス、これもまたあの鈴木和之さんだと思いますけどね、この方とあの1月5日、 水,えー、と水曜日の11時がスタートでですすねテレビですそれから日経 CNBC は1月に2回ありまして、えー、と1つが19日にあの電話インタビューあと25日はスタジオに参いて多分梅口さんではないかと思うんですけどもねはいでこれが去年のマーケットの終わったテーブルですけどもあの SP500 の年初来上昇率が26.9%でナスダック100を 0.3%ぐらい上回った、ナスダック総合には軽く差をつけて上回っておるんですけども、これは2016年以来、SP500 がナスダック総合ナスダック100を上回ったのはです、ね、2016年以来だそうです。まあ、だそうですってまあ見てみたらそうでした。で、これがです、ねえー、っと年間パフォーマンストップの主要指数ですけども、従ってここはまだアップデートしておりませんが、2021年は、 SP500、SP 500となるわけです。SP500 ここにないもんね。ダウ、ダウとかでありますけど、ラッセル2000もありますけども、SP500 がやっとまあここに来てトップということになりました。それからこれがさ過去1年の冷やしです。で、これはダウの騰落率で、まあ、これ金曜日のマーケットなんで、これはこれでいいと。で、SP、過去1年の金利ですけども、要は2月、3月、1.77か78ですよね。ここをつけたあとはですね、こんな感じでもう、 まあ要はレイン時代だったんですよね。これ、金利については非常にまあ難しくて、今年の注目論材,料にな材料になるはずです。それから、これがあの毎週見,せてお見ていただいてます,です、ね、資産クラス別の変化率ですけど見、見るべきところはですね、大型、小型。 まあ大型がやっぱり先週も強かった、年初来でも強いということですね。それからラッセル2000が小型株指数ですけど、これがあの主要指数の中では一番低くて14%弱でした。あと同じくでですね小型株指数で、えー SP のですね、スモールキャップバリューっていうのがあるんですけども、これが28%、これは後で、えー、なぜ同じ小型株でもパフォーマンスにこのような差がつくのかっていうのは、後でやっておきます。それから、えっと、クラスペあのセクター別では、ですね、エネルギーが強かった、不動産も強かった、うん、あとはテクノロジーが強かったということですね。だめだったのが通信と交易ですか。まあ い,いつもじゃないかな、ああの通信サービス、コミュニケーションサービスはそうでもないですよね。はい、で、これが、えっと、これ金利とエマージングです。これいいか。で、これはですね、えっと、要はファングといいますか、えっと、このプラットフォーム大手5社の,です、ねえっと、この1年間のパフォーマンスなんですけども、一番良かったのはグーグル、アルファベットですね、それからマイクロソフトが51%。 それからアップルとしてきて、だだったのがアマゾンですね。これ、あの、ちょっと指数の取り方によって違うんですけど、大体5%ぐらいじゃないですか。この取ってる、私の使ってるチャートのー株価の取り方で、こんな2.38になるんですけども、5%内外に終わったと思います、アマゾンはですね。で、ここで書いてあるのはですね、大手,大手ハイテク5社の時価総額の、えー、合計はですね、10兆ドルって言いますから、1000兆円っていうことですか。 何十兆円ですね21年に株価が52%急騰となったテスラを加えれば、自家損額は合計で11兆ドル、11兆ドルっていったら1200兆円ぐらいですね。当初の自家損額、一部の自家損額合計が730兆円ぐらいでしたっけね。で、えーっと、このアルファベットとメタのが最も割安だって利うんですよね。 アルファベットが26倍24倍でアマゾンは66倍だけども、えー、EPS の伸び率が25%増益が予想されているので、まあ、来年と言いますか今年はです、ね、アマゾンがあの盛り返すでしょうというのが多かったのというかこれはバロンズの見方ですね。で、主要指数の過去5日間、1ヶ月、年初来、過去1年と一緒ですね、これはね。 はいセクター別でこれがあこれ不動産、過去5日間ですね、1か月。で、ですね年初来で、まあ、ここがまたちょっとあの言っておきますけれども、エネルギーセクターっていうのは21セクターで構成されてるっていうことなんですよね、その時価総額が1兆ドルって言いますから、110兆円ぐらい。で、えー、これはですね、アップルが。 去年1年間で株価が34%、つまり100兆円ぐらい増えてますからあの、エネルギーセクター全体の時価総額合計の100兆円と、ですねアップルが去年1年間で増やした100兆円とほぼ一緒ぐらいだということなんですよね。 こういうところをにあの目が行くとです、ね、エネルギーセクター、セクターとしては上がったけども、この銘柄を買う、このセクターを買うべきかどうかっていうのはです、ね、なかなか躊躇するところなんですよね、それは当たればいいですけどもっていうことなんですよ。 それからセクター別で言うと3%ぐらいしか占めてないはずですから、そこをそんなにたくさん2割も3割も変えるというわけがない、まあ、普通、ポートフォリオ運用であればですね。ということで、えー、この XLE ですが、何で構成されているかというと、エクソンモビルとシェブロンでざっくり四十数というようなことになっております。あと、今年の相場、まあ、1月は、ですね1月、2月はそんなによくない。 ここんなな感じになるとといいうことらしいですで大統領、これはですね、えー、去年の最終盤の朝会でもやりましたが、えー、2年目が一番悪いんですよね。で、1928、まあ、年からということをやりますとですねで2年目のこのセルイン名がまたこういう感じで効いてるんですよね。まあ、中間選挙の前にリスクを織り込むということだと思いますけどね。はい であの大統領就任2年目のです、ね、株価パフォーマンスはです、ね、これずっと見ていただきますと、覚えているのはあの2000、あのトランプさんはマイナス6.2だったのをあの第4クォーターに下げましたですよね。それからオバマさんはずっと上がる、がブッシュ、コブッシュはです、ねえー、とこれは IT バブルのはじけた3年目、えー、2000年、2000ここが一番。 そのなんていうか、暗かった。まあ、ただ年もや、2001年も安かったし、2000年も安かったんですよね。株価に恵まれなかったということですよね。その前のクリントンさんの時で、まあ随分良かったということです。まあ、お父さんのブッシュさんもですね、えー、これ90年はダメで、それが元ででということではないんですけども、クリントンに負けてますよね。で、こうやってみますとですね、えー、共和党の大統領はですね、やっぱりパフォーマンスは若干、若干というか悪いんですよね。民主党はいいと。 いうことになっておりますなので大統領2年目はダメだけどもブッシュあのバイデンさんは民主党出身の大統領ですので、えーっとまあ、それなりに今期待してもいいかどうかは分かりませんがということです。 であと一つの相場の,あの波乱要因はやっぱり利上げですよね。えー、テーパリングが3月に終わって、早ければ今年の5月から6月に1回目の利上げということですよね。で、過去ですね、これ1950何年からの FF レート、54年だっけな、FF レートなんですけども、えーっと、利上げの開始時期とその後の株価のパフォーマンス、これ大事だと思うんですよね。で、赤丸でつけたところがです、ね、この55年とか58年とかですね、こうやってみてですね。でまあ 利上げのですね3ヶ月ぐらいまでには、ですねやっぱりこうマイナスに反応することもあるということなんですかね。ただ、ですね、えっと、1年後、2年後、1年半後、2年後を見ますとで、ダメだったのは、このオイルショックのインフレの時これは本当にダメだった。あとは、ですね、えー、99年の、えー、相場は、ですね、えー、利上げ始めてからは IT バブルをはじけた後の。 あれですからこれも,これもですね何やってもダメだったということで,ですね明確に言えるのはどうですかね、利上げを始めるとやっ,ぱりあのやっぱりマイナスに反応することがやっぱり3ヶ月後ぐらい,あるとぐらいに来るというようなことをまあ頭の中に入れとくっておくということじゃないですかね直近では利上げ後の3ヶ月間のパフォーマンスが悪いということになりますと今年は。 秋5月、6月に利上げすると、やっぱ秋口がパフォーマンスではあの重くのしかかるのかなと、しかし長期で見れば買い場を提供というようなことを、まあ、ここを覚えておくということですねで。イメージ的にはこんな感じになるらしいです。利上げの最初の、最初の利上げ開始後の取引経過日数、3ヶ月って言ったら90日ですかね。 ここから、でもこれおかしいな、まあ、の SP の平均利上げこう、こんな感じで、これ6か月、まあこういう、こういうところが、まあ、だめだということですかね。というようなことです。で、これが長期、これは前回の朝会でやっておきました。えー、今度はこれ、長期金利の利上げ局あの上昇、金利上昇局面と株価なんですよね。これも今年断るごとに 見ていこうかと思っておりますでこれがスケジュールです。まあいいや、雇用統計ですね、7日の。YouTube ライブ、これやります。あと、プレミアム会員の方の企画は11日、通常月曜日ですけども、10日休みなんですよね。なので、11日火曜日の8時から、その翌日以降、翌週以降は同じく月曜日になるかと思います。こんな感じです。 お休み、お休み、で、ここから、ここから、もうこのシートもいらなくなる、もうちょっとですね。で、えー、っとこれはあの潮目の10月時点ですけども、ここはね、実はあの11月末から12月上旬、ここはあのなんかこうい、いいっていう、ここ失速するってなったんです結果的にはパフォーマンスは悪くなかったんですね。 でまあ、年末が上がってきたのは、やっぱり潮目もそう示唆してまして、このあと1月はですね、ちょっとやっぱりだれるんですよね。で、えー、っと、これが7日ですね。あ、これ同じですね。で、これが株価。31日の株価です。31日の株価。はい。私のポート、31日はあのクレーンシェアーズが良かったんですよね。あとは 999が62ベーシス、まあ、年末あの引けにかけて、ですねすーっと下げましたですね、もう極端に薄明けないだと思います。で、ポートフォリオの習慣の変化率では、ですねあの999がですね0.2%ぐらい上がったのに対して、私のポートは1.0%ですから、まあ、一時、パフォーマンス、私の個別メーカーのパフォーマンス、ダメだったんですけども、あのまあだんだん盛り返した、盛り返してきたのは先週1週間ですね。 で個別本格採用前はですね少し大麻の銘柄だとかですねブロックチェーンの銘柄あの重複しているようなやつはですね削りましてですねちょっとすっきりさせました。これが金曜日。でこれがあの先週1週間ですが、まあ、随分悪いということですね。はい、この中から買い,場を探そうかな買い物を探そうかなと思っておりますで。過去5日間ではクレーンシアーズ、排出権取引ですね。これが良かった。それから過去1ヶ月 C がやっぱりだめ、C だけですね、一番懸念はね、年初来でも C がだめ。過去1年で、まあこれ一緒ですけども、アーク、アーク、あのバロンズにもですね、えー、っとまあ,あの、辛口の記事ばっかしが2つぐらいありましたですね。えー、っと、これが個別本格採用前です。バロンダイジェストですけども、これはですね、えー、っとバンカメが言ってるのはですね、えーっとこと、この後はですね、小型株がいいよと。 中でもですね、冒頭申しましたですね、ラッセル2000はよりはですね、SP のです、ねえー、とこの、えー、小型株600指数がですね、こと26%、あの指数は28%ぐらいだっけな、えー、上がってたんですけども、えーまあ、この2つ、小型株買うんだったら、実はですね、IWM、えー、ラッセル2000じゃなくて、SP500 の小型株指数の、えー、とあれを、 ETF を買った方がいいですよよといいう、まあ、そういうようそなことですでですね、この2つ比べますと、過去2000年をずっと比べますとですね、やっぱり IJS っていうのが S&P 小型株600指数かなんかっていうやつですね、こっちの方がいいんですよね。でもあの知名度ではですね、どうもラッセル2000が強いんで、まあなんかこう、 知名度で得しているのがラッセル2000ですね。この中にはですね赤字企業だったのがいっぱい入ってんですねあの。質の悪い企業がたくさん入ってるということで、ラッセル2000はですね、あのまあ、パフォーマンスで、S、SP の小型株600指数にかなわないというようなことだと思います。あとの、バロンズのです、ね、カバーストーリーはまあいいんですけども、どうかな、キャッシュウッド引きるそうそう。 アークの ETF の成績不振について、9月30日時点で、アークイノベーション ARKK で,ですね、ポートフォリオでテスラの構成費が10.2%だったけれども、12月29日には8.3%、ね、まあ、要はあのテスラを売ってるわけですね、そのお金で,です、ね、ロ,ックロックとかですね、ズ、えーム、それからあのコインベース、ここら辺を買ってて、こ,れこの銘柄がそんなにさえないというようなことですね。 まあ以上です。えー、まあということで,ですね、ね今年の初回の朝会を終わります。まあ、今年はだから、大統領選挙2年大、大統領就任2年目、それから金利 FF レート、それから長期債、まあ、ここら辺が中心になるかと思います。はい、それでは今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。